こんにちは、にぐです。本日も仕込みをしていきたいと思います。よいしょ。今日もね、美味しいところいっぱいありますんでね、どんどん仕込んでいきたいと思います。お、いらしていただきありがとうございます。まずはね、こちらね、イシダイですね。よし、今日はね、宮城のイシダイなんですけどもね、こっちはちょっとね、熟成させとくんで、よいしょ、しまってきますかね。よいしょ。じゃあこちらカツオですね。カツオは今日ね、千葉のカツオでございます。まあ油はそうでもなかったですけどね、結構ね、やっぱ旨味が強かったですね。よいしょ。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今日はね、カツオからさばいていきます。よいしょ。さてね、今回はね、タイトルね、よいしょ、取れすぎホタルイカってことでね、よいしょ、過去最多更新ってことで、よいしょ、これでいいのかって感じにね、しといたんですけどね。よいしょと、よいしょと、よいしょ。お、あれです、カツオうまそうだな。はい、なかなか良かったですよ。よいしょ。ちょっと色はね、色変わり早そうですけどね。よいしょ。よいしょと。お、こんにちは、こんにちは。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。こちらね、カツオですね。さばいてます。よいしょ。お、ありがとうございます。わお、素晴らしい。ありがとうございます。よいしょね、いつもね、魚さばいてますんでね。よいしょと、よいしょ。よいしょ。お、ニンニク醤油でいただきたい。ニンニク醤油もいいですよね。よいしょ。うちだとね、ニンニクは出してないですけどね。よいしょ。まあカツオニンニクもうまいっすよね。よいしょ。お、美味しそう、ありがとうございます。よいしょ。そうですね、美味しいやつをね、目利きしてね、買ってきてますんで。よしよしよしよいしょ。お、あれです、私も日本料理しています。あ、そうなんですね。おー、すごい。いいですね。よしよしよし。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。どちらのお寿司屋さんですか。ね、自分はあれですね、千葉県の鎌ケ谷市ってところで、よいしょ。おお、お店やってますね。ネギお寿司と申します。ネギお寿司のネギおです。よいしょ。まあ、ケータリング出張とかもやってますんで、関東圏はね、お伺いできるんでね、何かあればってことでございます。よいしょ。カツはね、お塩振りましたんで置いておきます。よいしょ。お、ミジマグロですか。こちらカツオっすね。はい。今日は千葉のカツオでございます。よいしょ。よしよしよし。まだいるんですね。お、あれです。捌き方うますぎる。ありがとうございます。嬉しいです。よっこいせ。
まあもうねひたすら魚さばいてますからねよいしょよしよしよし、お、ありがとうございます。今日は何かな今日もね魚ねさばいていきますね。よいしょ、ちょっと昨日予想以上に忙しかったものでちょっと遅くなっちゃったんですけどね、開始時期がね。よいしょ、ちょっと頑張って仕込んでいきたいと思います。よいしょよいしょよいしょ、あ、こっちの方がなんか物いい感じしますね、色がいいかな。よいしょ、お、あれです、お、チャンネル登録者ありがとうございます。マグロかな、あ、今日これカツオっすね、はい。ね、千葉のカツオでございます。おしょ、すげえ、ありがとうございます。お、初見です、ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。魚ねやってますんでよかったらぜひでございます。よしよしよしよ、お、ここで学びたいですありがとうございます。ぜひね何かうかね、あの、あればぜひぜひお気軽にコメントしていただけたらと思います。まあ割と自分は路線がちょっと独特ですけどね、はい。よいしょよしと、お、ありがとうございます。わあ、すごいすごいお、We love you in America サッチャナイスか、はい、Thank you Thank you very much 嬉しいです。よっこいしょ、お、素人がやると身がボロボロになりますそうですね、よいしょ、確かにそれはあるかもですね。よいしょ、結構ね魚はあの手順通りにやってあげるとさばけますんで、よいしょ、まあ、まずはこうね手順をしっかり覚えようみたいな感じでやってあげると、よいしょ、上達のね近道かもしれないですね。よいしょ、自分は結構ずっと基本のさばき方でほぼほぼさばいてますんで、よいしょ、お、似てるからなあれです確かにそうですね、種類はね近いんでね。まあカツオのがあの線があるとかね、模様がちょっとカツオっぽい模様してるとかそういうてとこで見分けますかね、はい。マグロの方がなんか模様がさっぱりしてるんですよねよいしょまあ魚好きの見分け方なんであれですけどね、はいよいしょ、よいしょ、Send me some寿司ねえ、召し上がっていただきたいですね。Thank you 。ぜひぜひ、よいしょ。お、タコの塩焼き食べたい。おお、タコ、あ、焼いてもうまそうですよね。よいしょ。そのまま焼くとめっちゃ硬そうですけどね。ちょっと薄めにして焼いたりしたらうまそうですね。よいしょ。タコも最近もう高級品ですからね。よいしょ、昔はなんか割とお安いイメージがあったんですけどね、なかなか手が出ない食材になってしまいました。よいしょ、お、あらやす、初見ですいらしていただきありがとうございます。よいしょ、お、喋り方優しくて好きですありがとうございます魚さばいてますんでよかったらぜひよいしょよいしょと、お、あれです、今ご飯に鰹節かけて食べてますいいですねご飯に鰹節最強ですよねあ、それはちょっと自分もお腹減りますねよいしょ、羨ましいですよいしょ、鰹でございましたと。初手鰹はちょっと失敗でしたかね、まな板がちょっと、よいし
よいしょ。お、弟子はいますか。ああ、弟子はね、今いないんですよね。よいしょ。弟子がいたとしたら背中で教えるタイプですか。ああ、そうですね。よいしょ。一応ね、ちゃんと教えるタイプではあるんですけど、よいしょ。結構男の子だと厳しくしちゃうところがあるんで。よいしょ。もうなんか男の子に優しくできないのがちょっとねあれですね、難点ですね。はい。よいしょ。炙っていきます。カツオです。お、カニの味噌汁伸びていいですね。今カニ結構安いですからね。よいしょ。大ズワイとかがいっぱい取れてるんで、まあカニってほんと時期に高くなるっていう食材なので、今のうちに堪能していくっていうのは結構ありですけどね。お、猫まんまって言ってた父ちゃんが。ああ、そうっすね。猫まんまって言いますよね。よいしょ。よいしょ。昔はよくやってましたけど、最近そういえばやってないですね。よいしょ。聞いたら食べたくなってきましたね。よいしょ、カツオでーす。よいしょ。ちょうどカツオの香り嗅いでますしね。よっこいせー。おっと、はまっちゃった。よいしょ。あ、よいしょ。塩振って置いておきます。よいしょ。お次はメジナでございます。よいしょ。お、夏休み入ったらネギ寿司行こうかな。あ、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。ぜひ LINE でもお電話でもお気軽にご連絡いただけたらと思います。よいしょ。今メールがねちょっとね、よいしょ、あんまり機能してないんで。LINE でね、LINE メインでやってますんで、お気軽に LINE いただけたらと思います。よいしょ。お、ありがとうございます。ハロージャパン。Thank you。 よいしょ。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今日千葉のこれね、メジナでございますね。お、ちょっとまな板ずれてる。よいしょ。サイズもちょうどいいですし、旨味もね強くてね、美味しかったですね、このメジナね。よいしょ。なんか想像以上に美味しくて、ちょっと昨日びっくりしてましたね。よいしょ。よいしょ。お、特に夏休みを爆食いしたい気分なのでね。いいですね。ね、そっか、夏休みいいですね。よいしょ。もうだいぶなんか暑くなってきてね、ちょっと夏っぽい感じになってきましたもんね。よっしゃ。よしよしよし。あ、そういえばタイトルがそうでしたね。よっしょ。そうですね、タイトルが今日は、なんだっけな。そうですね、ホタルイカのお話をね、持ってきたんですけどね。よしょ。まあ、豊漁とはね、よく言ってたんですけど、どうもね、過去最多を更新しそうだってことでね。よいしょ。まあだいぶ市場でのお値段もね、やお安くなったりしてまして、よいしょ。まあ取ってる側とかね、取ってる側は分かんないですけどね。よいしょ。漁師さんはいっぱい取ると相場が下がっちゃうんで、漁師さんがウハウハかどうかはちょっと分かんないですけど、よいしょ。まあこっちとしてはね、まあ買う側は安い方がまあいいとはとかってのはありますけれども。よいしょ。ただね、よいしょ。
まあ、こういう生物の個体がね増えてるというか多い時期っていうのはね結構普通にまあ何でもありまして、よいしょ、まあ、そういう時期っていうのはねその群れがね大きくなる時期とかそういうのがあったりするんですよね。よいしょ。それなんでそういう時期はそこまでね本当は取らない方がいいんですけれども、よいしょ、まあなかなか日本はそこがちょっとねシステム的に機能しないものでございまして、またまあ自分はね今後のホタルイカが不安だなぁと思っているところでございます。よいしょ。お、あらだす、お、愛してますありがとうございますそう言っていただけて嬉しいですよし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 、よいしょと、お、あらだす、包丁の持つところがお寿司屋さんであまり見かけないぐらいおしゃれ感がありますねありがとうございます。そうですね、うちのはあのこれステンレスなんですよね、この包丁ね。よいしょ。まあ結構ね和包丁を使われる方が多いんですけれども、まあ自分のそのさばき方のスタイルといいますかね、よいしょ、包丁のねしなりを利用してさばき方をやりますので、よいしょ、それにねよく合ってるんですよねこのステンレスのやつがねあの和包丁こう叩いて作ってある和包丁はですね、まあ硬いんですよねすごくね、なんで切れ味はいいんですけど、まあ硬いのでまあもちろん曲がらないっていうことになっちゃうんですね。よいしょ。それなんで、まあ、曲がらないとね結構魚の、まあ、曲線にねこうフィットしないっていうのが結構あるんですよね。なのでそこをねフィットさせたいんで自分はこのねステンレス使ってますね。よいしょ。まあこれ別に切れないわけじゃないんですけどね、結構切れますよ。よいしょ。お、あれです、喋り方が先生みたいそうですかありがとうございます。まあ一応大学で水産学とかやってたんでまあ教職課程とかは取ってないですけどね。よいしょ。お、あ、大将サンドイッチとアイスコーヒーくださいサンドイッチライスでコーヒーは自分が飲んでるやつでよければありますけどねドリップのやつがよいしょ、よいしょと。まあそんなわけでね今お安くね、よいしょ、いっぱい出回ってるホタルイカなんですけどね、よいしょ。まあおすすめはねやっぱり美味しく召し上がるんだったらあの生のやつですね、生のホタルイカをね買ってきていただいて、まあ生もね今結構お安いですからね。よいしょ。でまあ生のまま食べるとちょっとあの寄生虫がとかいろいろあるので、あのしゃぶしゃぶにねしていただいてね、よいしょ、まあうちだと特製のねだし汁で、よいしょ、しゃぶしゃぶしてそのままね召し上がっていただくって感じでお出ししてるんですけど、まあ春の風物詩って感じですけどね。よいしょ。まあ30秒とかそんなもんですかね。あんまりやりすぎるとねあのボイルホタルイカみたいになっちゃって旨味が逃げちゃうので、まあお好みなんですけどね、したい方はしていただければいいと思うんですけれども、よいしょ、結構ね30秒ぐらいでこうプリッとしたら食べるってやると、ホタルイカがね新食感と言いますかね、全然うまみが違うんで、ぜひぜひねこれはねお試しいただけたらと思いますね。今年お安いんでチャンスですよ。来年以降はどうなるかわからないのでよいしょ。お大将僕もありがとうございますよっしゃっしゃ。お、なぜ寿司屋になろうと思ったんですかそうですね、よし、自分は普通にあの魚好きだからですね、よし、魚好きでその大学で水産学やってたものですから、よし、そのお仕事何しようかなって考えた時にやっぱりね今度はね食べる方の面やろうかなって感じになりまして、よし、で魚だからやっぱ寿司だろうみたいになりましたよねでしょ。まあ親が普通にサラリーマンだったらもうあるかもしれないですね。
なんか大変そうだなと思って。まあ飲食も大変なんですけどね。よいしょ。よいしょ、メジナでございましたと。わ、山盛りだな。よし。今日はねちょっとケータリングってやつが入っておりますので、いつもよりね魚をねいっぱい仕込んでるんですよね。あーこれ取れねえな。まな板が新しいんで逆にこれちょっとくっつきすぎちゃってますね。よいしょ。Is that a fish? こちらがメジナってやつですね。メジナって英語でなんて言うんだろう。すいません、ちょっとわかんないっす。よいしょ。カツオね、炙りますね。カツオはなんだっけ、ボニートでしたっけね。よいしょ。お、三枚おろしですか。そうですね、三枚おろしね、しますね。お、ケータリングで寿司屋見たことない。あ、そうですか。結構ね、自分はまあなんかやってる方いらっしゃるなとは思ってるんですけど、まあなかなか通常だと見ないですかね。まあその場に行って握って握りたてをね食べてもらいますっていう感じでやってますけどね。よいしょ、カツオでした。よいしょ、またカツオです。塩が固まっちゃってます。湿気で固まっちゃったかな。よいしょ、塩振っておいておきます。よいしょ。お、精が出ますね。テレビで見ますね。ありがとうございます。よいしょ、仕込みをね今頑張っております。よいしょ。こちらがね、8匹でございますね。今日鹿児島の8匹です。あれ、もう1匹いた気がする。ちょっと持ってきますね。もう一匹いました。よいしょ。お、包丁長いですね。ありがとうございます。これで確か9寸だったかな。27センチでしたかね。これぐらい長い方が、まあ、場所があればね使いやすいですね。よいしょ。お、おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よしよし、こちら鹿児島の8匹さばきますね。よいしょ。よいしょ。お、包丁ステンレスですか。そうですね、こちらステンレスでございます。まあステンレスの中でも結構切れ味がいい方のやつなんですけどね。よいしょ。モリブデンバナジウムっていうやつでして。よいしょ。まあ、モリブデンとバナジウムが入った合金なので、よいしょ。まあコバルトとかがねちょっとねあんま切れ味良くないんですよね。モリブデンバナジウムは結構切れます。はい、まあもし買われる際はって感じですかね。メインで使ってるのは今ね V10 ってやつですけど、 VG10 だっけな。なんかねいろいろあるんですけどね。よいしょ。よいしょ。お、すごい、ありがとうございます。よいしょ。お、あらです。ギャルのスマホケースくらいキラキラしてて綺麗。ありがとうございます。表現があれですけどね。ありがとうございます。
よいしょ。まあ のっぺりしてるとあのつかみどころがなくなっちゃうんで、多分それでね、こうこんな感じに、まあこれはデザインがねなってると思うんですけどね。よいしょ。まあ大昔に買ったやつなんでね、もうよいしょと20年ぐらい前かもしれないですよね。よいしょ。お、ちなみに初見です、ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。こんな感じでお魚やってますんで、よかったらぜひでございます。よいしょ。よいしょ。お、あれです。タイですか。こちらがですね、あの8匹ってやつですね。よいしょ。まあ魚の中にまあチビキっていう種類がいるんですけどね。まあそれに似てて、よいしょ。まあ全然サイズ感違うんですけど、よいしょ。歯があるチビキみたいな感じで8匹って言うんだって感じでやってましたね。よいしょ。まあ種類的には全然別なんですけどね、不思議な感じですよね。よいしょ。そっか、下回った、まあいっか。よいしょ。よいしょっと。お、あらです。魚さばくライブカー、なんか新しいけど需要ありそう。ありがとうございます。まあ特にあだこうだ考えてないんですけど、まあなんかちょうどやったらいいんじゃねえみたいな感じでやり始めております。よしよしよし。お店のね仕込みしてるんですけどね。よいしょ。今日の8匹は結構血が多いですね。よいしょ。お、生で初めて見た。ありがとうございます。よしよしよし。こんな感じでねやっておりますね。今日ちょっとね魚多いんでちょっと急いでますけどね。やべやべっつって。よいしょ。お、鉄よりステンレスの方が研ぐの大変そう。あー、そうですね、研ぐのはねそんなには変わんないですかね。特にこのモリブデンバナジウム鋼ってやつは結構ね切れ味がやっぱいい鋼なので、研ぐのもね結構簡単ですよ。おすすめですね。逆にそのコバルトとか安い包丁を買っちゃうと、あのなかなか刃がつかないんで、まあなかなか刃がつかなかったり、すぐ切れ味なくなっちゃったりするんで、よいしょ、下手に節約するよりはいいやつを買っちゃうのをおすすめはしてますね。まあいいやつっつってもこれは確か1万円しないぐらいだと思いますよ。よいしょ。最近同じような系統のやつを見かけたんですけど、それも7、8000円ぐらいで売ってましたからね。ただそれは本当に牛刀で、よいしょ、このここの丸みがなかったんでちょっと自分は使わないなと思いましたけどね。この丸みがないとね、魚さばくときはちょっと大変です。お肉はいいのかもしれないですけどね。よいしょ。お、ありがとうございます。チャンネル登評価、あ、チャンネル登録、高評価を対象に変わってぜひお願いいたします。あ、ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。ありがとうございます。よいしょ。あのよく皆さん言ってるやつですよね。なかなか自分で言うの恥ずかしいなみたいなとこあったりして。よいしょ、カツオを炙っていきます。お、ステンレスは切れ味はいいですねけど錆びやすいのがデメリットですね。あ、ステンレスは錆びにくいですね、はい。ステンレスは錆びにくいやつで、鋼が錆びやすいってやつですね。切れ味めっちゃいいですけどね、はい。めっちゃあの魚やるとねめちゃめちゃ錆びるんですよ。普通に置いといて10分ちょいとかで錆びますからね。結構ね
あの落ち着いて仕事をするようなお寿司屋さんならいいんですけど、よいしょ。まあ急いでねやってるってやっぱり、よいしょ、なかなか鋼難しいですね。よいしょよいしょお、あれ、さばき方綺麗。ありがとうございます。嬉しいです。よしよしよし。なかなかね、魚好きなんでね、適当にちょっとできないですよね。よいしょ。なんか、カツオがいつまで経っても終わんないですね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。お、ブラジル。おう、センキュー、ブラジルからありがとうございます。よいしょ、よいしょと、お、炙るだけでこんなに美味しそうになるのずるいよね確かにはい、塩振ってね、あの置いて水分をねちょっと出すのがポイントですね。水分がね滲んでくるぐらいまで置いといてあげるとより美味しくなりますよ。ヒラメですね、ちょっと今日は使わないんで。お、見てると食べたい。ありがとうございます。食べたくなっちゃいますよね。よいしょ。よいしょ。ちょっといいところだったんですけど、ご飯がそろそろ炊けてしまうので。皆様いらっしゃってるので申し訳ないですけれども、よいしょ、ちょっとご飯合わせたりいろいろやってまいりますよいしょそんなわけでこの辺で一回終了いたします。すいません、皆様いらしているのに申し訳ございません。よいしょ、お、僕もうまそうありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございました。よかったらね、あの他の動画とかもご覧になっていただけたら嬉しいです。あ、お疲れ様です。お疲れ、ありがとうございます。では最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。